熱中症で熱が出るような重症の場合にで熱を下げるようなことは絶対してはいけません。この3つを守れば熱中症はかなりの確率で予防できます。皆さんこんにちは、天ヶ谷ファミリークリニック院長の細田です。今年の夏も異常な暑さが続き、熱中症の患者さんが急増しているのはご存知だと思います。熱中症は命に関わる病気で、救急搬送される患者さんは毎年数万人を超えており、死亡者数は過去5年間でいずれも1000人を超える高い水準で推移しています。今回の動画では見逃してはいけない熱中症の初期症状や、なぜ熱中症になるのか分かりやすく説明していきますので、一緒に勉強していきましょう。いきなりですがここでクイズです。ここ数年で熱中症が発生し始めるのは何月でしょうか。1、5月、6月、3、7月、4、8月、どれだと思いますか。答えは5月なんですね。すでにご存知の方もいたかもしれませんし、5月なのと意外に思った方もいると思います。5月はですね、朝と夜はですね涼しいんですけど、日中非常に暑くなり、朝涼しいかなと油断して対策を取らずに日中運動したり散歩したりする中で熱中症になってしまって病院を受診する方が増え始めます。この動画を撮影しているのは2024年8月なんですけど、現在 KP3 という新たなコロナウイルスが大流行しており、自分のクリニックでも連日コロナウイルス感染症の陽性の方がいらっしゃるので、肌でそれを感じています。コロナ患者さんの対応に医療機関や救急車が追われていますと、熱中症になって意識の状態が悪くなっても救急車がすぐに来れないとか、なかなか入院できる病院が見つからないということもありますから、とにもかくにも熱中症にならないように予防していくことがとても大事だと思います。今回紹介する熱中症を予防するための3つの方法を一緒に勉強していきながら、事前に対策を立てていくことで、少しでも多くの方が熱中症にならずにこの暑い時期を一緒に乗り越えるための参考になれば嬉しいです。ここまでお話すると、細田先生、熱中症については YouTube でもテレビのニュースでも解説し尽くされているから、今更聞いても意味ないんじゃないですかって思う方いると思うんですけど、今回の私の動画では命に関わるような重症な熱中症がどうして起きてしまうのか深掘りします。これが分かっておけば最悪の状態を避けられますし、なぜ予防するためにそういったことをするのか頭で深く理解できるので行動に移しやすいと思います。こちらのグラフはですね、熱中症で毎年亡くなる方の人数なのですが、毎年600人から1500人ぐらいの方が亡くなっており、自然災害に基づく死亡者数よりも上回っていることが分かります。いかに危険か分かりますよね。今回の動画はご自身やご自身の周りの方々の命を守るためにもとても大切な内容ですから、忙しい方も家事をしながら、作業しながら、ラジオのように耳からインプットしてもらうだけでも予防に役立つと思います。今回の内容です。まず熱中症とは何なのか簡単に説明した後で、なぜ熱中症が危険なのか、熱中症になる仕組み、メカニズムを解説します。これが分かればおのずと対策が見えてきます。そして次に熱中症の症状や熱中症になりやすい状況について解説し、熱中症と区別しなければいけない病気を4つ挙げたいと思います。また熱中症の時にやってはいけないことがあるので、そこも聞いてほしいです。私のチャンネルは医者歴23年の経験知識を生かして皆さんに役立つ健康情報を配信しております。チャンネル登録していただくととても励みになりますので、よかったらポチッとお願いいたします。それでは今日も行ってみたいと思います。そもそも熱中症って何なのでしょうか。日本救急医学会のガイドラインでは、暑熱環境における身体適応の障害によって起こる状況の総称と書かれています。なんだか小難しい定義ですねと思う方いると思うんですけど、本当に簡単に言ってしまえば暑すぎてしんどい状態のことを意味します。ただ熱中症と診断するには他の体が熱くなるような病気も区別しなければいけません。今からお話しするのは私のクリニックに通院している患者さんのお父さんの話なんですけど、娘さんがたまたまお父さんの家を訪れたところ、部屋がそこそこ暑くて熱が出ていたので熱中症かもしれないと思って救急車を呼んで病院に搬送したら、実は肺炎だったというケース、実は珍しくありません。他には新型コロナウイルス、
ヘルパンギーナや手足口病といった熱が出る病気ですね。そういった病気を除外して、どうやら他の原因はないんだけど暑くてしんどいという場合に熱中症と診断するわけです。それでは次に、熱中症になるメカニズムとなぜそうなるのか説明したいと思います。これが分かるといろいろな場面で応用が効くと思います。そもそも人の体温というのは36度から37度ぐらいにコントロールできるような仕組みがあるんですね。灼熱の太陽のもと、じっとしていても汗が止まらない、うだるような暑さの中で少し歩くだけでも汗が出て疲れてしまう、こんな環境の中にいると人間の体温は当然上がってきますよね。この時私たちの体ってどのようにして体温を下げるんでしょうか。まずはですね、私たちの皮膚ですね、皮膚に血流を増やして汗を通して出す、つまり発汗することで体温を下げようとします。クーラーの効いたひんやりと涼しい部屋の中にいて、用事があって外に数分出ただけでじわーっと汗が出てきますよね。そういう風にして汗をかくことで体温を調節しているわけですね。それでもまだ暑い環境にいると体温がまた上がってきますから、ますます体の中の血液が皮膚の方に持っていかれてしまうわけですが、そうすると何が起こると思いますか。そうなんです、体の体内にある水分量が減ってきます。体内の水分量が減るということは、つまり体の中を流れる血流が悪くなるということです。血流が悪くなると体の中の脳や肝臓、腎臓といった私たちを支える大切な臓器への血流も減ってきます。これに加えて高い熱によって私たちを構成する一つ一つの細胞にもダメージが加わり、全身に炎症を起こすことも知られていますが、これに先ほどお伝えしたような内臓や脳への血流障害が加わると全身の臓器に障害が起こるということも知られています。この時ですね、一番影響を受けやすい臓器はどこだと思いますか。1、肝臓、2、腎臓、3、脳、いかがでしょうか。答えは3の脳なんです。脳に血液がいかなくなるわけですから、意識障害が頻発なんです。ここで言う意識障害とは、呼びかけても反応がない。あるいはですね、何々さん、大丈夫ですかって時に、もう本当にですね、わずかに反応があるくらいとか、そういうレベルです。脳の次に熱中症で障害を受けやすいのはどこだと思いますか。それが腎臓なんです。腎臓は尿を作る機能を持っているわけですが、腎臓には1日150リットルの血液が流れ込み、 1.5 リットルの尿を1日で作り出して、その中に老廃物を出していますよね。熱中症も重度になるとおしっこを作る機能がなくなってしまうので、体の老廃物が出せなくなってしまいますから、最悪透析をして血液を入れ替えるという事態になることもあります。ここまでをまとめますと、熱中症がなぜ起きるのか、なぜ危険なのかということをお話ししました。暑い環境にいて全身に血液がいかないことで、最悪意識の障害や腎不全などが起こることもあるということを伝えました。それではそれらを解決するために何が大事でしょうか。それが熱中症を予防するポイント、1つ目、水分を摂取するということです。まずですね、ここまで話して皆さん浮かんだと思うんですけど、やっぱりこれが第一に重要な予防策です。これ言いますとですね、細田さんそんなの分かってますよと、体を冷やしたり水分取るの基本ですよねっていう方いると思うんです。ただ一つだけ落とし穴があるので注意が必要です。私が過去に経験した60歳代の男性の患者さんです。その方は3ヶ月前から仲間と約束していたゴルフに出かけました。その日は5月下旬にしては暑い日中30度を記録しました。60歳の男性患者さんは以前に熱中症で意識が朦朧となり、数日間病院に入院した経験があり、またなるのは怖いということで、朝から夕方まででなんと10リットルものお水を飲み続けていたそうです。それによって意識障害と痙攣で救急車で病院に運ばれました。その方は無事に意識が回復されたので、水分を取ることはもちろん大事なのですが、なぜ10リットルものお水を飲み続けていたんですかと聞いたところ、私はもともと糖尿病があって薬を飲んでいるんですが、主治医からはできるだけスポーツドリンクは飲まないで、お水や麦茶などを飲みなさいと言われていたのでそうしましたということでした。10リットルのお水を飲み続けた結果、熱中症が原因ではなく他の原因で病院に搬送されてきたんです。
この他の原因とは何なのでしょうか。皆さんちょっと考えてみてください。ヒントはこの患者さんが朝からものすごい汗をかいていたということです。そこに水だけを飲んでいたというのがヒントになります。その原因とは低ナトリウム血症、つまり塩分が足りなかったんですね。暑い環境にいると自然に汗がじーっと出てきますよね。そして頭や顔にも汗をかいて、それが流れ着いて口の中に入った時に塩辛いと感じますよね。それがまさに塩分、つまりナトリウムなんです。人の血液の中にはナトリウムをはじめカルシウムやカリウムといった様々な成分が含まれています。こういったものは医学用語ではイオンと呼ばれ、筋肉を収縮したりするなど大事な役割があります。その中でも塩分を構成するナトリウムというのは血液の中に一定の濃度になるようにかなり厳密にコントロールされているんです。その塩分がどんどん流れていっているのに、水ばかり飲んでいると血液中の塩分濃度、つまりナトリウムが水へ薄められて血中のナトリウム濃度が下がってしまいます。これを先ほど言った低ナトリウム血症と言います。この低ナトリウム血症もひどいと意識障害や痙攣の原因になったりするんですね。それでは血液中のナトリウム濃度が下がってしまった場合に、私たちの体の中ではどんな防御反応を示すと思いますか？それがですね、薄まってしまったナトリウム濃度を元に戻すためにさらに尿量を増やして水を追い出すんですね。これによってさらに脱水が進んで熱中症が重症化するという悪循環にはまってしまいます。ここまでお話して、皆さん熱中症にならないための予防のポイント2つ目、なんとなく分かってきましたよね。それが塩分と水分を同時に摂るということです。先ほどのゴルフをしている方が10リットルの水を飲んで意識障害、痙攣というのは極端な例ですが、ものすごく汗をかいているわけでなければ、水や麦茶などでも十分なんですけども、極端に汗をかいた状態が長く続くと塩分、つまりナトリウムが失われてしまいますから、汗をかいている方は水と同時に塩分もしっかり摂るということがポイントになります。このために良いとされている飲み物があって、代表的なのは大人の場合は OS1、乳幼児だとアクアライトというものがあります。これらの飲み物が勧められている根拠ですが、ナトリウム濃度とブドウ糖の濃度がちょうど良い具合に調整されているので、口から飲むと小腸からの水分の吸収が早く、それが血液の中に入りやすいという特徴があります。ただ OS1 やアクアライト飲みづらいですよという方もいまして、その場合はポカリセットやアクエリアスといった一般的なスポーツドリンクでも良いと思います。実際医学的研究でポカリセットとかアクエリアスなどの一般的なスポーツドリンクで補給していた場合と OS1 やアクアライトを比較した場合に、熱中症のなりやすさについては大きな差がなかったという研究結果もありますので、一応熱中症のガイドラインでもスポーツドリンクでもいいですよということになっています。ただ皆さんご存知のように、スポーツドリンクは結構糖分が多いので、たくさん飲むとそれなりのカロリーを取ってしまうことになります。例えば糖尿病がある人が毎日たくさんのスポーツ飲料を飲んでいると血糖値が急上昇する傾向がありますから、そういう方は糖尿病の合併症が出やすくなることもありますので注意が必要です。持病を持つ方は主治医の先生とよく相談して決めていくことも大事だと思います。ここまで塩分と水分を同時に摂ることが大事だよ、そして糖尿病の人はスポーツドリンク飲みすぎには気をつけましょうという話をしましたが、基本的にバランスの良い食事をしている人は十分な塩分が摂れていますから、外に行っても大量に汗をかかないということであれば水や麦茶などで十分です。ここまでのまとめです。熱中症の予防法のポイント、1つ目は水分を摂ること、そして2つ目が水分と塩分を同時に摂るということでした。炎天下の日にたくさんの汗をかいて水だけ飲んでいると血液中のナトリウム濃度が下がって、それだけでも具合が悪くなってしまいますから、塩分も一緒に摂ることが大切です。さてここでですね、また皆さんに質問です。熱中症はこれから言う2つの状況のうちどちらが起こりやすいでしょうか。1運動中、2自宅、どちらだと思いますか。答えは2の自宅なんです。今までお話した説明だと運動中に汗をかいて熱中症になると思う方が多いと思うんですけど、実はそうではなくて、一番発生しやすい場所は自宅なんですね。
総務省消防庁が2022年に発表したデータによると、熱中症発生場所のうち 39.5% が住居だったということが分かっています。なぜ熱中症が自宅で起きることが多いのかを理解するために、熱中症の2つのパターンを知っておく必要があります。1つ目は運動中に起こる労作性熱中症、2つ目は運動と関係なく起こる非労作性熱中症という2つのパターンがあることです。労作性熱中症とはつまり運動中や作業中に起こる熱中症のことで、外でスポーツや仕事をしている人に多いです。一方で非労作性熱中症はお子さんやご高齢の方に多いということが分かっています。また熱中症で救急搬送される患者さんの大半は高齢者なんですね。その場合は後遺症が残ってしまったり亡くなってしまうような方も多いんです。ここでいう高齢者とは、なかなか外出を一人ですることができず、病気や筋力の低下で生活が制限されている方を意味します。ではなぜ運動もしていない高齢者の方が自宅で熱中症になると思いますか？これにはいくつかの原因があります。まず、高齢者は体の中の水分量が少ないですから、そもそも汗として出す水分量自体も少ないわけです。また、汗をかく力も弱くなりますから、体温調節がしづらいですよね。暑さに対して鈍感になってしまっており、喉の渇きを感じにくかったり、エアコンを嫌う方が多いというのも理由の一つとして考えられています。ここまで聞くと、細田先生、確かに高齢者の方は夜もエアコンをつけなかったり、タイマーで4時間ぐらいしたら切ってしまって、朝方熱中症になってしまう方が多いってことを聞いたことあるんですけど、なぜエアコンが嫌いなんですか？というふうに思う方いると思うんですね。それについて理由を簡単に説明すると、高齢者になってくると筋肉がまず落ちてきます。例えば60歳以上になると年にして 3% から 5% 程度の筋肉が落ちると言われています。さらに自分の身の回りのことができない、家で寝てばかりいる、そういった方はもっと筋肉は落ちるスピードは速くなります。筋肉は重いものを持ったり歩くためでなく、実は体温を維持するためにも熱を発しているとても大事な臓器ですから、筋肉が少ない高齢者は体温が低い傾向にあり、逆にエアコンをつけると寒い寒いと嫌がってしまう方は少なくないのではないでしょうか。これを理解しやすいためにもう一つ例を出すと、女性は男性よりも筋肉が少ないので、夏の時期エアコンの効いた寒いオフィスだと膝掛け毛布をつけて寒さをしのいでいるっていうことありますよね。あれと同じ感じです。さらに皮下脂肪が落ちてくるというのも理由の一つだと思います。こういったことが合わさって、屋内にいるのに体温調節がうまくいかずに水分を十分に取れていないと熱中症になって救急搬送されるというのが一番多いパターンです。30代から50代ぐらいの方は男性が多くて、一番典型的なパターンは工事現場などの屋外作業です。10代や20代の前半ぐらいの若い人は運動中に起こる熱中症が多いですね。6歳以下の子供は全体としての割合は少ないんですけど、特に乳幼児は体温の調節の機能がまだまだ未熟で、環境の影響を受けやすいという特徴があります。また喉の渇きを訴えられないので、高齢者と似たような理由で屋内にいても熱中症になる場合もあります。小さいお子さんに関しては、大人がしっかりと周りの環境や水分摂取の状況を管理してあげて、水分と塩分を補給させてあげることが大事です。それでは次に、どんな時に病院を受診したらいいのかということについて説明します。それにはまず、熱中症がどんな症状で悪くなっていくのか理解しておく必要があります。すでにご存知の方もいるかもしれませんが、熱中症の分類には軽症、中等症、重症という3つのレベルがあります。これからそれぞれの症状と対応策、具体的に説明していきますが、結論から言ってしまうと、中等症と重症は病院を受診する必要があります。特に重症の方はすぐに救急搬送が必要です。ここ本当に大事なポイントなので覚えてほしいんですけど、熱中症は皆さんが思っている以上に急速に症状が進行して重症化することが多い病気です。私が担当していた30代前半で糖尿病を患っていた方は、過去に熱中症で透析まで受けたという方もいたぐらいです。自分は熱中症かもと思って日陰に行って水分を飲んでいればすぐに治るから大丈夫だよと安易に考えている人がいたら、その考え方は危険です。まずは理解しやすいように
軽症の症状から説明しますが、これは熱中症の初期症状ですから、この時にいかに対応するかで重症化を予防することができるんです。まず軽症ですと、めまい、立ちくらみ、発熱、手足のしびれ、筋肉のこむら返りや気分不良、頭痛、倦怠感、筋肉痛など様々な症状が出ます。この段階でいかに適切な対応するかで、病院に行くか行かないかの分かれ道になります。自分がそれに該当する、あるいは熱中症の症状が疑われる人を見かけたら、落ち着いて状況を確かめて、これから説明する対応をしてほしいです。一つ目は、涼しいところに避難させるということです。ご自身あるいは一緒にいる方で熱中症かもと思う方がいたら、すぐに風通しのいい日陰やクーラーの効いた室内など、とにかく涼しい場所に移ることです。ただ涼しい場所に避難した後も症状が急変する場合がありますから、目を離したり熱中症の疑いがある人を一人にしないようにしましょう。そして軽症の段階では、めまいや発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛といったさまざまな症状が出ますので、コロナウイルス感染なのか、それとも手足口病やヘルパンギーナといった夏風邪なのか、区別が難しい場合もあります。迷った時は早めに医療機関を受診する必要がありますが、手足口病で熱が出ている、喉がとても痛いといった時に、カロナールやロキソニンを使いたくなることってありますよね。もしそれが熱中症で熱が出るような重症の場合に、カロナールやロキソニンで熱を下げるようなことは絶対してはいけません。なぜなら、熱中症はカロナールやロキソニンなので体温を下げる効果が期待できず、むしろ代謝を更新させて熱中症を悪化させてしまう恐れがあるからです。これ意外に知られてないんですけど、大事なポイントです。熱中症の疑いがある場合は、まずは冷却、水分摂取、塩分摂取を優先し、必要に応じて医療機関での適切な処置が望ましいと思います。熱中症の初期の段階でどう対応したらいいか、もう一つの方法が、体から熱を放散させ冷やすということになります。実際にですね、医療機関でやる方法なんですけど、肌をある程度露出させて、体中に霧吹きで水をかけます。そして2台3台4台の扇風機でガーッとですね、体を冷やすんですね。その時に体の表面にある水滴が蒸発していきますよね。その蒸発する時に体から熱を奪うことで体温が下がるという仕組みです。ただそんな時に通気性の悪い服を着て汗でびっしょりになっていると、汗が蒸発しないので体温が下がらないという悪い方向に行ってしまいます。皆さんもすでに気づいているかもしれませんが、特に湿度が高い環境では汗が蒸発しづらくなり、結果的に体温が下がりにくくなるため、熱中症予防の3つ目のポイントは、湿度にも注意するということが非常に重要です。なんとなく皆さんも体感していると思うんですけど、気温が30度でも湿度が 20% から 30% と低い場合は、カラッとしてそこまで暑くないなって感じることってあると思うんです。逆に気温がそれほど高くないのに湿度が 80% 以上とムシムシしている場合は、とても不快で暑苦しいっていうことありますよね。熱中症を予防するためには、外気温だけでなく湿度にも注意を払うことがとても大切なんです。皆さん WBGT という言葉ご存知ですか？ちょっとこれも小難しい言葉に聞こえると思いますが、簡単に言うと WBGT とは、気温だけでなく湿度や太陽の光も考慮して計算される暑さの総合的な指数です。この指数が高くなればなるほど、体の中に熱がこもりやすくなり、熱中症のリスクが高まるというわけです。この WBGT スコアが31以上になりますと、高齢者においては安静にしていても危険性が大きいので、外出はなるべく避けて涼しいところにいましょうということになっています。こちらに出したグラフは、気温と湿度だけで簡単に WBGT を出すためのものです。縦軸が気温で、横軸が湿度になります。例えば気温が同じ34度でも、湿度が 35% であれば黄色になるため、熱中症の危険性は少ないとされていますが、湿度が 70% になりますと赤色となり、例えば高齢者ではなるべく外出を避けましょうという信号になります。細田先生、黄色とか赤色って気をつけましょうという意味で、なんとなくイメージ湧くんですけど、もっと具体的に教えてくださいという方もいると思うんですね。
WBGT という暑さの指数はこちらの表のように4つの段階に分かれていまして、31以上だと危険、オレンジが厳重警戒、黄色は警戒領域、水色は注意というように、日常生活や運動する時の注意点であったり熱中症のなりやすさが分かるように分類されています。こちらが運動する時のそれぞれの暑さ指数と対応策が書いてあります。こちらは日常生活の中での暑さ指数とそれぞれのレベルでの注意点や対応策が記載されています。詳しくは概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。これまで解説したように、同じ気温でも人によって熱中症のなりやすさが大きく変わってくるというのは分かりますよね。私も外来で患者さんには気温と湿度が両方分かる温湿度計を買って家に置いておきましょうねとよくお話ししています。気温と湿度を客観的に測れるようにしておくというのは熱中症予防においてはとても大切なポイントですよね。Amazon やホームセンターに行くと売っていますので、まだ家にないという方はぜひお勧めしたいと思います。話がだいぶ湿度と温度の関係に流れてしまいましたが、熱中症の初期症状、つまり軽症の段階でそれ以上に進まないための方法としては、例えば初期の段階で自動販売機で買った冷たいペットボトルやビニール袋入りのカチ割り氷や氷のうなどを手に入れて、それを首の付け根や脇の下、股関節のあたりに当てることで大きな血管を冷やすことができるので、とても有効な治療法になります。軽症の場合はこの方法とスポーツドリンクで良くなる場合もあります。首の付け根や脇の下、また股関節になぜ当てる必要があるんですかと思う方いると思うんですけど、人間の体には血管が張り巡らされているんですけど、今言った3つの場所は太い動脈が皮膚の真下にあるので、そこを冷やすことで全身の血液を冷やしやすいというのが理由です。外来をやっていると冷えピタを貼って来院される患者さんいるんですけど、医学的根拠に乏しい方法なので、太い血管を冷やすように意識してください。そして熱中症の初期の段階で取るべき対応は、もう一つが自力で水分補給を促すということです。話しかけるとしっかりと返事が返ってきて意識がはっきりしているようでしたら、冷たい飲み物を自分で飲んでもらいましょう。冷たい飲み物は口を通って食道、胃、十二指腸といった部分を直接冷やすことで体温を下げることに役立ちますし、同時に水分も補給できます。大量の発汗があった場合は、すでにお伝えしましたが、汗で失われた塩分も補給できる OS1 やアクアライト、あるいはそういったものがなければポカリスエットやアクエリアスなどのスポーツドリンクなどが最適です。細田先生、私は以前夏の暑い時期に道端で具合が悪くなっている方を見かけたことがあります。その時呼びかけたんですけど、反応があまりなかったので、暑い時期でしたし、もしかしたら熱中症かもと思って、目の前にあった自動販売機でとりあえずスポーツドリンクのペットボトルを買って首に当ててあげたんですけど、意識は朦朧としていて水分を飲ませることができなかったので、すぐに救急車を呼んだのですが、それで良かったんでしょうかという質問を以前受けたことがあります。答えから言ってしまうと、すぐに救急車を呼んだのは大正解です。この場合は無理に飲ませようとすると水分が気道に入って窒息する場合もありますから、口から水分を飲んでもらうのは危険です。すぐに病院を受診して点滴をする必要があるからです。ここまで熱中症の初期症状と初期症状を悪化させないためにどう対応したらいいのか話してきました。次に熱中症の中等症、重症のそれぞれの症状と対応策について解説していきます。まず中等症は病院を受診すると覚えてください。主な症状としては頭痛や気分の不快感、吐き気、嘔吐、また体に力が入らなかったり体がぐったりしてしまっています。吐き気や嘔吐も出ている場合は水分も取れない状態ですから、熱中症が急速に進行する恐れもありますから、すぐに病院で点滴をする必要があります。次に重症な熱中症ですが、冒頭これは死に直結するとても危険な状態だとお話したのを覚えていますか。重症かどうかを見分けるためには意識があるかないかというポイントが大事です。それを見分けるためには胸などを軽く叩いて、〇〇さん大丈夫ですか
といっても反応がなかったりなど反応が極めて乏しい場合は意識がないと判断してすぐに救急車を呼ぶべきです。ここまで熱中症を予防するための3つのポイントをお話しましたが覚えていますか？1つ目は脱水にならないようにしっかりと水分を取ること、2つ目は塩分を同時に取ること、大量に汗をかいた場合は体中から塩分も失われてしまいますから同時に塩分をしっかりとりましょう。3つ目は暑さだけでなく湿度にも気をつけることが大事です。特に気温と湿度で簡単に分かる暑さ指数というのも目安になります。この3つを守れば熱中症はかなりの確率で予防できます。熱中症は重症化すると命を落とす危険性もある怖い病気です。年を追うごとにますます暑くなる夏を乗り切るために今回解説したことを参考にしていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは健康に役立つ情報をこれからも配信していきます。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。